9月4日日曜日、奈良県天理大学において関西学生柔道体重別選手権大会並びに関西学生女子柔道体重別選手権大会が行われました。この大会は全日本学生柔道体重別選手権大会に出場する枠をかけて戦うもので、立命館大学から男子は13名が参加しました。マス選手やライムンド光選手など多くの選手が相手選手と死闘を繰り広げますが、あと1手が出ず満足な結果を残すことができませんでした。女子は19名が参加、そのうち小寺選手や杉田選手など計5名が次の大会への切符を獲得しました。中でも63キロ級の準決勝と70キロ級の決勝では立命館大学同士の対決も見られ、その存在を他校に知らしめていました。また78キロ級の決勝戦は指導の差で勝敗を決する僅差で勝つなど、両者一本譲らない組では会場を沸かせました。もう何が何でも勝つという、絶対に負けられへんっていう、同級生なんですけど、はい、もう負けて一回試合で負けたことがあるんで負けてられないっていう、まあ、同じ大学でも関係なく2連覇かかってるんで勝つ気でした。去年は2回戦で負けてしまったんで、今年はもう最後の大会なんでベスト4以上を目指して高い目標を持って頑張りたいと思ってます。やっぱり初戦とその次は自分の思うようにできたんですけど、その最後の決勝戦ではちょっと自分の思った力があんまり出せなかったなっていうふうに思ってます。同じ階級の子とかずっとサポートしてくれてたので、その子とか他にもいっぱい力を持っている後輩がたくさんいるので、みんなで一緒に切磋琢磨していきたいと思っています。最後には選手自らがゴミ拾いをするなど、礼儀と部の心を片時も忘れなかった本大会、切符を獲得した選手の皆さんの全国大会での活躍も期待です。